でも切りかかってんな、この辺りで十分。さあ、いよいよ。うわ、くれえな。行ってみるか。行きましょうか。伊勢神トンネル、夜、東海最強っていうか、東海地方で一番の心霊スポットと言われる場所の進化はいかほどなものか。坂道嫌い。先が見えんねえ。マジ真っ暗。あ、人が通る。うわ。今見た。真っ暗けっけ。左側ですし、ちょっと。そう、来たの。ここですな。ねえねえ、ここだけ乾いてんだ。ねえ、気持ち悪いね。ドンパパ。ああ、外もなんか嫌な雰囲気はしょうな。嫌な雰囲気やな。うーわ。うーわ。マジかこれ。これは心霊スポットだわ。この雰囲気は。ちょ、マジか。想像の7倍ぐらい怖いんだけど。あ、うわー、これは誰もいないね。いないですな。夜の撮影ってやっとるの、みんな。知らん。まあでも来てんじゃない、そりゃ夜。ちょ、し、声聞こえる。え、違うか、キャギーキャギーとか言うか。うん、やばいね。ほんとなんか別物のとこに来とるような気分。ほんとにね。うん、暗さが段違いだ。うん、ちょっと緊張してきた俺。一回外に出てみよう。はい。何、俺に行けって。じゃあ俺も外出るけど。あれ、あそこに、あ、車持ってきてるんだ。すげえ。やっぱり人がおるんだね。よいしょ。おー。こんばんはー。こんばんはー。行こう。さあ。電気いらんじゃん。バリ明るい。なあ、いいね。おじさんは昼とそんな変わらない感じかな。変わらないね。さっき、先進むよ、勝手に。はい、夜と夜、昼間、夜のバージョンです。まあ、なんていうか、まあ、昼も夜もよく変わんねえな、ここどうだ。入り口前はだいぶ暗かったけど、そんなだね、内側。うわ、あ、びっくりした。何を言ってるの。昼通った時の方がなんか怖さ感じてる。うん、慣れちゃったんかな。
この緊張感のなさに。さて、うわ、もうもやで何も取れません。久しぶりにドキッとしたわ、さっきの。すげえびっくりしたわ、俺も。でもなんか、なんか普通だね、なんか。あ、でも霧の中にさ、オーブは出現してる。意はするんだろう、でもさ、マジなこと言っちゃっていい、13号14号の方がよっぽど怖いな。怖いなやっぱ明るいって恐怖感減らすね、おかしいな、もしかしてもう出口みたいだねあ、やべえ、夜の方全然怖くないぞ、慣れたな。でもタバコの匂いがする。タバコはさっきの入り口にいた人ですね。はい、もう出口です。わーい、早いな。はい、終了。もうほとんどあれやな、もうオーブと水滴の違いがもうむちゃくちゃやんもうダメです、霧で全部ぼけた。よし、さて逆ルート、はい、逆バージョン。なんか本当に普通の、あの何、福井よりか本当に普通だよね。うん、なんかただのトンネル感だ。あれ、あ、日が出てました、カットねでもまあ、ね、さっきあのすげえビビらせてもらったのはちょっと嬉しい美味しいね。でもやっぱし来てたね、人は。まあ有名な場所ですからな。そうなのやっぱでもなんかテーマパーク感あるな、みんなが来れる程度っていう。まあそういうことなんだろうな。でもさ、今日2分間の方が怖くね。俺まだ柱歩いてねえけど、俺ら他のどぎついとこ行き過ぎたわやっぱり。行き過ぎたな、慢性来てまったのかな。なんか足が速くなってる。ん、はい、皆さんこれはね、もう普通の、ね、電気のついた、これもう生活道路に乗ってるのかもしれないね、逆に。生活道路は多分あの芯。いや、あそこ人が通れんで、こっち使おう通るんじゃない。こんな山道知らねえよ、ほんの数分で終わっちゃいましたね。大変だ、取れたかがないぞ。高すぎだ、もうくらいでだな梅雨明けにもうちょっとカラッとした夏に今度なんか。まあ梅雨の時期がダメって分かっただけでも儲けもんかな。だな、ちょっと幻想的な入り口になっとんだ今、ね、全然見えへんマジで。
はい、では、ちょうどいいです。旧、何やった伊勢神トンネル。伊勢神トンネル。来ました。もやで何も見えません。写真も何も撮れませんでした。まあ、恐怖というならば、ただ暗いだけの気持ち悪い。周りの雰囲気の方がバリ怖いんだよね、ぶっちゃけた話。バリ怖いんだよ。ほんと怖いね。ではまあね、ここはまあ帰るとします。僕らは、今日はこれでおしまいにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな雑な終わり方でええんか。